心臓を貫かれては、アメリカの犯罪者で、元死刑囚のゲイリー・ギルモアについて、その弟で、音楽ライターであるマイケル・ギルモアが記した、ノンフィクション作品である。法訳は、作家の村上春樹が手掛けた。当作品は1976年に、アメリカのユタ州で二人の男性を殺害し、その後自ら望んで、銃殺刑に処された犯罪者。 ゲイリー・ギルモアについて、その末弟でありプロの音楽ライターでもある、マイケル・ギルモアが家族としての立場から、兄の成長過程や、それにまつわる、自身の家族の過去について記し、それによって、事件の動機や兄の心理について、国名に迫ろうと努めたものである。ゲイリーが起こした事件についての著作は他に、作家のローマン・メーラーがゲイリーに、極中インタビューを行うことにより書かれた。 死刑執行人の歌、殺人者、ゲイリー・ギルモアの物語があるが、当作品は、他ならぬ弟自身が記したものであり、アプローチや、家族間の物語における、生々しさにおいて、趣向きを全く意にしている。作中では事件そのものよりも、ギルモア家や、それに連なる一族の物語について焦点が当てられ、ゲイリーやマイケルの父母兄弟だけではなくその不その、 世代から引き継がれる一族の根深い暴力やトラウマについて詳細に言及されている。筆者のマイケルはそれらを呪いとして捉え、それによってゲイリーをはじめとするギルモア家の人々が致命的に損なわれていく過程を赤裸々に描き出している。また、暴力的な過程で主に父親からひどい虐待を受け10代のうちから兵の中での生活を繰り返してきたゲイリーや 同じように虐待を受けた他の二人の兄とは違い、末っ子であったために、父親の暴力の対象となることを免れ、また後輩した生活を送る、兄たちとは隔たったところで育ち早いうちに、家族から離れることができた自身との際についての複雑な思いを記している。加えて、ゲイリーの知人や関係者、少年院時代に彼のカウンセリングを担当した。 カウンセラーなどへのインタビューも行われており、それによっても無関係の二人の被害者を殺害するに至ったゲイリーの動機や内面について理解を深めることができるようになっている。本作品は2001年にアメリカの HBO でテレビ映画化されている。監督は太陽と月に背いて秘密の花園などのアニエスカ、ホランド、出演はアバター、ギフトの序盤にリビシなど。 ありがとうございます。